はい、今ね、かなり話題になっているスシローのペロペロ事件ですね、についてちょっとね、僕なりの考え方を皆さん話したいと思います。まあ、あれはもういわばもう完全にテロですよね。岐阜の高校生だったかな、唾つけて土食べてつけたりだとか、動画が流出して瞬く間にバズってっていう形で、でスシローが一気に株価が下がって160億ぐらいのマイナスになったという話なんですが、やっぱりそういう風な良し悪しの分別が一切ついてないというところと、仕事ではなくて勉強部活で目立つことはできないから、何かして大きいことをやろう、目立つことをやろうって言って、多分あれを悪ふざけを思いついて、本人は軽い気持ちで考えたね、俺はこういうことができるぜって暴走族みたいなことなんですよ。まあ結局は注目してもらいたいから、何か一般的に見てダサいことをして自分はかっこいいと思ってるんですけれども、大ダメージを負いましたね。あれ百何十億なんて弁償できるわけもないし、夜も日々寝れない日が続いてるんじゃないかなと思いますが、まあそれは 100% 彼が悪いので、しっかり今回で学んでいただいて、今後同じような過ちをしないようにいい大人になってほしいなというふうに私は思いますね。チャンスがあったらまたね、いい大人で成長してうちのクリニックで働いてくれたらいいんじゃないかなと思います。スシローはもともと僕岡山時代からすごい好きだったし、あのネタも美味しいし、個人的によく今でもですね、たまに食べたくなって行くことがあるぐらいお寿司なお寿司屋さんで、あの事件があってから皆さんね、全部唾ついてるんじゃないかというね、不安がある人もいると思いますが、ああいうテロはもうね、避けられない部分もあると思うし、逆にああいう動画が流れたことによって、今までそういうこともいっぱいあったと思いますが、それが可視化できたんじゃないかな。ただ今まで我々も気づかないうちにそういうの食べてたのかもしれないし、なんでスシローの味とかネタに関しては僕は個人的に好きなんで、麻生先生もねスシローに行って皆さんの分をおごるっていうのを見て、僕も感化されて、同じように何か微力ながらお手伝いできればいいかなと思ったんですが、なので全員分ですね、X クリニックの恵比寿、銀座、大阪、福岡全社にスシローをご一掃をしました。なんで皆さんね、一生懸命仕事をして美味しいお寿司を食べて、スシローが少しでもねまた今まで通りの営業に戻ることをお祈りして、こいつで企画をさせていただきましたね。まあ、これがあったからって外食産業が全体的に寂しい思いをするのも嫌だなと思いますし、これを見てね、俺もやろうってこう真似しようと思う人が少しでも出てきてくれたら、そうやってね外食産業を盛り上げることができるようになるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんね参考にしていただければと思います。ザ・福岡、大阪に全部スシローを送り込んでますので、皆さん楽しみに。全社にスシロー、ありがとうございます。いただきます。タイが厚みがすごい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 、しっかりしてる。本当にこれがこの値段でこのクオリティなのか、もう不思議なぐらい美味しいんですよね。スシローさん、すごい美味しいです。孫先生、お寿司ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうです。いただきます。いただきます。先生、美味しいですか？めっちゃ美味しいです。はい、よかったです。はい、寿司は大好きです。はい、先生、回転寿司はいつもどこに行くんですか？そうですね、やっぱり結構いろんな回転寿司あると思うんですけども、私はスシローに行きますね。ですよね、スシローを救いたい。孫先生、お寿司ありがとうございます。じゃあ、いただきます。うん、おいしい